議案第26号、長野市執行機関の付属機関の設置等に関する条例に係る各委員長報告に賛成するという立場、可決を求める立場で討論いたします。本議案は、私、小泉が昨年3月議会で指摘しました長野市の一部の付属機関の設置が、地方自治法に抵触しているとの指摘を受けて制定されるものだと聞いております。 えつまり、付属機関というのは、まあ、いわゆる何とか審議会とか何とか委員会とかですね、市の諮問を受けて、市役所外部の方を交えて、調停審査諮問、または調査を行う機関のことであります。で、地方自治法第138条の4第3項は、普通地方公共団体は法律または条例の定めるところにより、 執行機関の付属機関として、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問、または調査のための機関を置くことができる、ただし、政令で定める執行機関については、この限りでないと定めておりますで。法律または条例を根拠としなければ、設置できない付属機関、審議会ですが、これが長野市には、えー、昨年3月議会の時点ではです、ね、多数あったわけです。 で市政概要、これですね、あの長野市議会の事務局が編纂してますけれども、これによれば、条例、法律に,基づ,かに基づかずに設置されていた付属機関というものが30ありました。で、そのうち大半は要項設置、つまり、議会のチェックを経ずして、 お役人がね、ポーンと反抗した臨時書で設置していた審議会の運用が行われていたということでありますで。よくある批判としてね、審議会なんていうのは行政が自分たちの思う通りの答申なりを出させるための運用だという批判、ありがちですよね。でだけど、 その通りと受け取られかねない運用が今までにおいてなされていたということはこれは大変残念であります今般の条例制定によりこういった不審の念市民から招かないような運用が望まれるところでありますでまた一方従来におきましては審議会等の設置及び運営等にかかる関する指針というガイドラインが ありましてこれに基づいて、えー、審議会等の付属機関運用するんだという建前になっておりましたがこれがね、停止されている実態がありました。えー、女性の参画・積極に進める委員の40%を目標とするそれから委員の定数は20人以内を目,、えー、目途とするまた市民参加枠を、ね、20%を設けるといった そういったガイドラインがあったわけですけれども、これが積極的に運用されていなかったという実情が今までにあります。今回の議案制定、条例制定により、地方自治法によった法の支配がね、きちんとなされるということは、喜ばしいことではありますけれども、今後もね、このガイドラインもまた同じく、 きちんとした運用が求められているということを、我々議会人としてチェックしていかなければいけないと強調しておきます。今回の条例制定ももって、私たち議員のチェックが終わるのではなく、またこれからもチェックし続けなければいけない。そのことを指摘して、この条例案には賛成いたします。皆様の賛成を求めます。 以上で討論を終結いたします。採決に入ります。採決を行います。各委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。全員賛成と認めます。よって各委員長報告のとおり決しました。